うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦していきましょう。本日のテーマソングはドン、モンゴル800の小さな恋の歌。この名曲、これはものすごいパンクロックなんですけど、切ないメロディーとこの歌詞のメッセージ、本当にこれ心を込めてもう全開でいきたい曲です。思いっきり歌っていきましょう。当然この曲もガズレレ YouTube チャンネルではもう数回過去に取り上げてるんですけど、今回さらに見やすくなって、わかりやすくなって、簡単になって、かっこよくなって2021年バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、コードは5個です。初心者の方でもできますよ。思いっきり歌っていきましょう。後半はそこに疾走感満載のかっこいいドライブ感満載のリズムが加わって、もう突き抜ける感じでいきますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけど諦めてましたとか、私って不器用なんできっと音楽やるのは無理だろうなというような、そんなような方いっぱいいらっしゃるんですけど、そのような方がもうあっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。はい、もうちょっとしたらそのプログラムここにリンク貼るんですけど、そこにジャンプしてもらって上から順番YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。今このプログラムを見てもう全世界中の方がガズレレ YouTube で何万人もねウクレレ始めてますよ。音楽皆さんも始めましょう。無料ですから YouTube ですからね。はい、ここです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世界中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。これから音楽は聴くからやるにどんどん変えていきましょう。さあそれでは皆さんやっていきましょう。モンゴル800の小さな恋の歌、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。 1,2,1,2 広い宇宙の数ある、あなたにだけ届いてほしい。
小さな恋の歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、いいですね。この切ないキュンとくるメロディーとこの歌詞。それをこの自分でウクレレで奏でて弾くとかも、自分で弾いててなんかこうホロッとしちゃうぐらいね、やっぱそのぐらいこう感情を込めてやっていただきたいなと思うんですけど、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルウクレレ練習用ショートカットアレンジバージョンになっております。これフルコーラスでやってみたいなという方はですね、コード進行で一緒ですので、2番書き足して歌詞書き足してオリジナルの楽譜を書き出して練習してくださるのもいいかと思います。そしてちなみになんですけど、これからやる後半やるかっこいいバージョンではもうちょっとだけセミロングバージョンでは、サビ最後ちょっと繰り返すっていうね、ちょっとだけ長いバージョンですんで、ちょっと参考にしてみてください。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒にゆっくりね、できるようになったという方、おめでとうございます。どんどん YouTube と一緒に合わせて弾いてください。それでね、できるようになったらその次のステップがあります。その次のステップは皆さん、お一人だけで、YouTube と一緒じゃなくて、一人だけで歌ってみる。これがね、やっぱり次のステップですからね、言ってください。その時にやっぱりね、楽譜最初必要でしょうね。いずれこの曲覚えてね、もうこうやって空とか見ながら、海とか沖縄の海とか見ながら歌うのもいいと思うんですけど、最初はやっぱ楽譜で覚えた方がいいと思うんですけど、じゃあ楽譜どうしようかということで、皆さんに用意してもらいたいなと思うんですけど、今ね、私、この小さな声で、このノートを、ガズが書いたノートを見ながら今も演奏したんですけど、もうちょっとしたらこれ画面に映して皆さんにこんな感じで書くのはどうですかとシェアするんですけど、ただいまいいサービスがあります。これ、ドーン、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の小さな声の歌を含む、ガズが書いて書きまくってきたノート楽譜の楽譜がですね、毎月5曲、皆さん大好きな曲、やってみた曲、お選びいただいてダウンロードできるという、これ画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリ、すごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。2021年改訂版小さな恋の歌はモンゴル800でございます。はい。ここから歌からいきなり始まるんですけど、今回、ワンブロックはこの短さですからね。1234123って感じで。なんで、いつもより倍のこの書き方になってるんでご注意ください。で、ここに下にくるっと書いてあるでしょ。これね、ちょっと読みづらいけど、ブリッジミュートって書いてあるんですけど、これ、後半のかっこいいバージョンでここね、弾き方を変えるということで、後で解説していきますんで、今こうやって映すんで、ここちょっと伸ばすとかね、こういうね、メッセージも入ってますけど、これをですね、一時停止してメモっていただいて、デモ演奏とこう、照らし合わせてもらって確認するのがいいと思うんですけど、あと動画の中のテロップを一時停止してノートに書き出すのもいいと思いますし、この楽譜そのものをさっき紹介したガズクラブでゲットしてもらうのもいいと思います。はい、今さっと写していくんでね、一時停止メモってください。これコード進行はね、結構シンプルなんですよ、すごく。ただね、この速さがやっぱりキーポイントかなと思います。結構速いんですよね。で、なんていうのかな、このワンブロック、これ4つなんですけど、どん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 思ったよりね、コードが進行していくんでね、聴いてるイメージより演奏するとコードがどんどん変わるなというふうに思うと思います。はい、ここサビ1サビ2と分けてますけど、ここがこのここホーラーのとこはサビ2みたいな感じですね。はい、はい、そしてここのブリッジパートのとこがね、いいんですよね。夢ならば覚めないで、夢ならば覚めないで、はい、ここをやって、で、またサビに戻ったよということなんですけど、ここで、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンでは差が出てきてて、ここまでずーっとやってきて、ブリッジパートやったらサビに戻るんですけど、で、シンプル簡単バージョンをサビやって、そのサビ2をやって終わったということなんですけど、かっこいいバージョンは、ここのサビ1を2回繰り返します、最後ね。そしてサビ2に行って終わった。ちょっとだけセミロングバージョンになってますね。その辺のことをちょっと動画と一緒に確認してみてください。はい、ここ伸ばすとかいろいろここにメッセージね、また書いてあるんですけど、後でこれかっこいいバージョンでやるところなんで、後で説明していきます。じゃあ、ちょっとコード見ていきましょう。やったー、ほら、
入門コード5つです。C と F と G7 と Em7 と Am。 コード5つですよ。これはやりましたね。はい。この5つのコード、これはあの入門コード、ガズレレンにとってあの超絶入門コードで皆さん安心したと思うんですけど、まあこれよくわからないよという方、これね、入門コードの、ね、グループなんです。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは何かというと、ウクレレ音楽始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ10個です。今日5個なんでね、この10個も覚えなくてもいいじゃんと思うかもしれないんですけど、この入門コード10個のこのガズレレ必須コードはもう覚えておいた方が絶対にいいので、あの、ぜひこの機会に覚えておいてください。これね、10個はあるんですけど、1個ずつは簡単なんですよ、入門コードだから。だけど10個いっぺんに覚えると頭がごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画ここに貼っておきます。この動画必見。これはもう見て覚えてください。楽しく覚えられますから。そうは言っても、まあ今日はこのうちの5個ですからね、この5個はなんとか。マスターして、どんどん歌っていきましょう。はい。それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもこのタイミングでガズが伝えたいのは、今の4つ弾きで思いっきり歌のタイミングをちゃんと測ってメロディー通り、歌うということですけど、結構このパンクロックの曲で、ロック調の曲で、ぐいぐい前のめりの感じが逆にかっこいいと思うんでね、いつもの溜めるっていうより、こう前のめりでいく、そういうイメージも歌でもね、ドライブ感を出していくっていうのも練習しておいてからかっこいいバージョンに入っていくのがいいんじゃないかなと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードは一緒です。つまり何が違うかというと弾き方ですね。はい。今日の弾き方はね、なかなか面白い弾き方です。こんな感じ。ドーン。ブリッジミュート奏法。ブリッジミュートと8ビートと疾走ビートが混ざったです。8ビートプラス疾走ビート。こんな風な表現しておきます。これはですね、ちょっと、ひとまず、この弾き方解説、ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、まず、ブリッジミュートっていうのは、ついこの間ね、このブリッジミュート解説、濃厚解説動画、この動画もやりたかったんで、これブリッジミュートっていうのは、こういうやつなんですけど、これかっこいいんですよ。ちょっと後で解説しますけど、このブリッジミートの、あの、濃厚解説動画見てもらったり、8ビートっていうのは、まあ、ストロークの基本のリズムなんですけど、あのね、疾走ビートっていうリズムがあるんですよ。この8ビートプラス疾走ビートっていうのが今日のキーポイントになる弾き方だと思います。メインですね、この弾き方が。どんな感じかちょっとやりましょう。普通の8ビート。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。これ普通の8ビートでしょ。これに疾走ビートを加えるとどうなるかというと、ドンダドン、ダンドン。後ろにアクセントが来るんです。普通の8ビート、ジャンジャジャパチャジャンジャンジャジャパチャジャン。8ビートプラス疾走ビートだと、ジャンジャジャンジャンジャンジャジャン。なんかこう勢いがあるでしょ。これサビをやってみると、ほーらあなたにとドンタ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 ン。これがかっこいい。8ビートプラス疾走ビートですよ。ゆっくりやるとドンダドンタン。早くやると、はい、これ、これはですね、もうニュアンスが結構大事で、強弱なんですね。ズンダズンズダンズンダズンズダン、1、2、3、4、2と4番目で強くする。ズンダズンダン、1、2、3、4、1、2、3、4、はい。ドゥンダドゥンスドゥダン。この表も見ながらちょっと参考にしてもらいたいんですけど、これはまず口で言うのがいいと思うね。ワン、ツー、スリー、フォー。ドゥンダドゥンスドゥダン、ドゥンダドゥンスドゥダン。ワン、ツー、スリー、フォー。ドゥンダドゥンスドゥダン。こんな感じです。とにかくこれはもう慣れしかないんで。この曲はね、モンパチのこの小さな声の歌は、このリズムがね、この疾走感、ぐいぐい前のめりに行く感じ、表現できるかなと思って取り上げてみました。はい。そしてもう一個の弾き方、ブリッジミュートっていうんですけど、これはですね、さっきのリンク先行ったらもう詳しく解説してますけど、ここの白いところにここの手を当てて、音を潰す。はい。で、最初の一発目だけこれ上げたいんですよ。ちょっとオープニング、広い宇宙のところで使うんですけど、ゆっくりやりますよ。広、ダー、カッ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 、ダー、カッ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 、ダー、カッ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 、ダー、カッ。最初の一発だけはオープンにしたい。これ。簡単そうに見えるけど結構難しい。リズムキープが難しくて、ここが、ちゃっか安定的に。これができるかどうかっていうのがキーポイントなんですけど、先ほどのね、リズムいろいろのところの濃厚解説動画でちょっと体験してみてもらうといいと思います。そのね、さっき紹介したレッスン動画、ブリッジミートのレッスン動画の中にも小さな恋の歌取り上げてますんで、合わせてちょっとね、これ、ご覧になってもらって、ちょっとじっくり練習してみてください。そしてですね、構成の中で、最初、このブリッジミュートの、広い宇宙のから始まって、途中から8ビート、疾走ビートでドーンと切り替わって、疾走感満載でドーンと行くんですけど、その後にブリッジパートが出てくる。あの、有名ならば冷めないでのところとか、またブリッジミュートが登場するんですけど、今度はダウンピッキングだけで、こんな感じ、テロップ書いとくけど、ダウンピッキングでダダダダダってやる感じ。ちょっとやってみます。有名ならば、ないで、ダンダンダン。有名ならば冷めないで、
こんな感じ。ダン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 、ミュートで。これオープンにしちゃうと、こうよりも、ズン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 っていうのを表現します。はい。なんで、ブリッジミュートは一番最初の A メロと、ブリッジパートの夢ならば覚めないねのところ2箇所出てくるっていうふうに覚えておいてもらうといいかもしれません。それでそのブリッジパートのその後なんですけど、あなたと過ごした時のところで、ちょっと決めみたいなのがいります。テロップではこれこんな感じ。ダーダー、ダーダーって書いておくんですけど、ちょっとここやってみます。ワン、ツー、スリー。あなたと過ごした時、はい、ダーダーカッダーダーカッダーダーカッ、こんな感じですね。これは比較的簡単かなと思うんで、ここはなんとか決めていきましょう。その後は、さっき、夢ならば覚めないでの時にミュートしたタイミングで、ただダーダーダーって言います。あなたと過ごしたら、あなたと過ごした時、のダー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 、時とダダダ、最後時とここでダダダ3回止まってサビに戻る。こんな感じでちょっと細かいニュアンスですけど、決めで、ここら辺はブリッジのところは結構いろいろな弾き方がごちゃっと入ってくるぞという感じですね。で、テロップの中で止まるとか伸ばすとか書いとくんで、そこはちょっとデモ演奏と一緒に確認していただいて、もう一個サビの一番最後のところで決めが入ります。ちょっとやってみましょう。ホーラーの後ですね。ホーラーホーラーホーラー、響け恋の歌。はい、今のわかりましたかな。響け恋の歌。はい、 G7 で恋の歌だったって書いておきますけれども、ここは言葉に合わせて決めていきましょう。はい、これ一番最後の最後のエンディングでもこれが入りますよという感じで、この曲はやっぱロックバンドモンゴル800の若いエネルギーと、この伝えたいメッセージとか、なんかやっぱそのなんかすごくこうパワーを感じるんですよね。なんでウクレレの演奏もやっぱりちょっと前のめりに勢いがある感じの方がかっこいいかなと思うんですけど、まあそこはウクレレなんでね、あんまりガチャガチャになっちゃうのもちょっと違うかなということなんですけど、そのいい塩梅のところをこう探っていくのがこうウクレレでこのパンクロックをやる時のまあかっこよさかなと思うんですけど、そしてやっぱりね、ブリッジミュートから本編のリズム8ビートプラス疾走ビートに行く時のパーッと開けた感じっていうか、なんか突き進む感じ、あの辺がやっぱやってみるとすごく気持ちがいいんで、こうリズムに体をこう委ねてですね、こうエネルギッシュに演奏したいなと思います。それではやってみましょう。モンゴル800の小さな恋の歌、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3。 広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界へ、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなたの元へ、あなたと出会い、時は流れる、思いを込めた手紙も増える、いつしか二人互いに響く、時に激しく、時に切なく、響くは遠く遥か彼方へ、優しい歌は世界を変える。ほら、あなたにとって何じゃないけど、すぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。ほらほらほら、届いて
せーの、キャジャン。モンゴル800の小さな恋の歌、ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみました。いやー、もうなんかこう、体がね、こう、ぐわーっとこう、行きたい。もうロック大好きなんで、ガズさんロック大好きなんで、もう血が騒ぐんですけれども。はい。どんどんね、やっぱりね、それだけじゃなくて、歌詞の内容とかものすごいこうキュンときますよ。そういうのがまたこのウクレレで奏でるとね、また原曲とはまた違うね、このシーンが見れるかなということで、おすすめです。これコードも5つですし、はい。いろんな弾き方出てくるけどね、ちょっとじっくりこう、時間取って、それぞれのパート練習してガッと合わせると、かっこできるんじゃないかなというふうに思います。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。